ワオブロック TV。 そして来ました秘密兵器ウォーターブラストです。まあ、こいつをねちょっと使いたいと思いますんで、やっぱり、ね、道具にね頼らんとね。どうも、ちょっとウェットブラストでやりたいと思います。もう手磨きではね落ちないんで、一発目、ね、やりました。結構疲れますね。時間もかかるし、細かいフィンとかもね、結構付着した汚れがね、だいぶ取れました。まあ、もう一回ぐらいやればね、だいぶ綺麗になると思うんですけど。まあ、基本的に手が入らないんで、まあ、工具に頼った方が楽ですよね。はい、こういう細かいところもね綺麗になりますわ。本当、まあ、もう一回やればだいぶね綺麗になると思いますんで、素晴らしいです。まああれですね、本当にまあ80年代のバイクなんですけど、まあ、30年以上のバイクなんで、やっぱそれなりに
やれとるというか汚れています。まあこういうのはね、好きな人は乗ればいいんですよ。はい、1100もあるんですけど、やっぱ7半がいいんですよ。バイクは絶対7半ね。春までにまあちょっとね綺麗にしたいです。まあ車検戻ったんで、まあ、車検取らんとちょっとね放置する癖があるんで、買ったはいいけど、まあ、もう 2,3 年放置だよみたいな、そういうのがあるんで、ちゃんと車検を取りました今回。まあ調子が良かったんで、まあ、乗らないと調子悪くなるんだ。あとまあ外装色変えて、細かいところ磨いてツーリングに行きたいと思います。春はね、それまでにねバッチリ仕上げたいと思います。まあタイヤもパッドも変えますし、自分の車の方もやらなあかんし、もうすぐエンジンの使えてね上がってくるんで、そちらの方もやらなあかんし、ちょっと忙しいですね。意外にねこのウォーターブラストね、まあ使い方というか、まあ慣れてないんで、まあ難しいですよね。メディアの出しすぎとか、そのエアの圧とか水圧の調整がまだちょっとね慣れてないんで、その辺のコントロールがちょっと難しいですよね。まあ慣れればだいぶ使いこなすことはできるんですけど、まあ、メディアの量はもうかなり使えますね。この前後のホイールでメディア20キロ使ったんで、まあ、20キロって言えばね、まあ、1万2000ぐらいのメディアを使っちゃいました。はい、やっぱサンドブラストだと例えば傷がね絶対入るんで穴もあるし、まあ、環境に優しいウォーターブラストがやっぱおすすめですね。いやー見違えるように綺麗になりました、ね、やっぱ、まあ、2回やったんで、まあ本当一皮むけたような感じです。もうスイングアームもね油ごってごてだったんで、まあ、この辺はかなり綺麗になりました。まあね、だいぶ綺麗に仕上がりました。まあ来年からね、ちょっとコツコツと、ツーリングに、まあ寒いんで春になったら行きたいと思います。おっと、ブルーズアイ T シャツまだね、わずかありますんで、もしよかったら。ご購入よろしくお願いします。なかなかかっこいいんでデザインは、まあ、また来年 T シャツとか作るんでよろしくお願いします。うん、まあね車をもうすぐねエンジン乗せ替えで上がってくるんで、そちらを中心にねやっていこうかなと思うんですけど、そんな感じです。ありがとうございました。疲れた。